今日はこれから、大阪パラダイスまで、向かいます。メリルで上陸です。大阪に。今回メリルはバラバラで向かうので、まず新宿のバスタにこれから自宅を出て向かいます。出発。はい、というわけで国分寺駅に着きましたが、もうすでに疲れております。荷物が多いんですよね。ここで結構多いので、もうすでに疲れています。それでは大阪に向かいます。おはようございます。パーチンです。横浜駅に行きます。これから大阪扇町パラダイス深夜バスで、向かいます。行きのバスが久保さんと一緒みたいで、無事に、行ってまいります。パッツンとも久々に、ステージに立てるということで、楽しみにしております。じゃあ行ってきます。おはようございます。メリルのドラムのキノコです。今は朝6時、40分過ぎぐらいです。これから私も大阪に向かいます。多分おそらくも久保さんとカチ君は大阪ついているであろうでしょうか。私はのんびりお弁当食べながら向かいたいと思います。では今日は、メリル大阪初上陸で初ライブということなので、扇町パラダイスさんで頑張っていきたいと思いますので頑張ります。ではまた。どうぞ。大阪に着きました。来ました。これどこでしょう。大阪取引。有名な観光地。有名なんすかこれ。とりあえず扇町に向かってます。はい、時刻は8時20分です。はい。Thank you.
東京からやってまいりました、エリグと申します。パラダイスさんは初めてなので、我々結成21年目なんですが、ここのオーディションを受けに来ました。はい、皆さんにだけ素晴らしい明日が来ればいいのにっていう曲を歌いたいと思います。明日にご飯に乾杯だけして今日は帰りたいと思います。乾杯。もうないんですけど。
Yeah.